条約が締結されたブロワ条。ブロア条約は1499年4月15日に締結されたドージェ・アゴスティのバルバリー語の地下にあるベネツィア共和国とルイ十二世の地下にあるフランス王国の間の条約。両国は第二次イタリア戦争において共闘してミラノ公国に侵攻することに同意した。フランス王ルイ1世は1498年に 即位した後、先代のシャルル八世が第一次イタリア戦争で行ったのと同じく、ミラノ公国を請求した。ルイ十二世のミラノ行為請求の根拠は、父方の祖母バランティーヌ・ビスコンティが、ミラノコージャンガレアッツオ・ビスコンティの娘にあたることに、あった。バランティーヌの異母テフィリッポ・マリーア・ビスコンティが1447年に死去すると、黄金のアンブロシアー共和国の時期を経て、 ルイ12世の父シャルル・ドルレアンは、公家くらいの継承権を行使しようとしたが、ミラノ皇位は、フィリッポ・マリアの初出の娘ビアンカ・マリー・アビスコンティと、結婚したフランチェスコスフォルザに奪われた。これにより広告は、スフォルザ家のものとなり、15世紀の終わりには、ルドビーコスフォルザが、ミラノ皇となった。軍事侵攻で、ミラノを奪取するつもりだった、ルイ12世は、 ベネツィア共和国との同盟を選択した。ベネツィア共和国はフィレンツェ共和国に対抗し、ピサを守ったルドビーコを嫌っていた。条約により、フランスとベネツィアが軍事協力してミラノ公国に侵攻、ルドビーコスフォルザを配位することが定められた。ベネツィアはフランスに援軍を派遣する代わりに、ミラノ領のクレモナとジェーラだったをあった側から40ファゾム以内の領地を、 覗いて獲得する条約は戦争の勃発まで秘密条約とされた。ありがとうございます。